どうも、ライオンです。今回はこんな DM いただきました。ライオンさんいつも楽しく聞いています。ありがとうございます。よかったら模型トークのトークテーマにしてもらえたら嬉しいです。はい。スーパーロボット対戦 OG シリーズで今後発売してほしい機体を話してみてほしいです。よろしくお願いします。とのことです。 はいえー、この動画は模型トーク。皆さんからいただきました。まあ、プラモデルに関する質問、トークテーマなどをいただきまして、私がいろいろお話ししていくというものになっております。まあ、映像とか特に、えー、動きのない、ね、音声コンテンツを目指して作っておりますので、まあ、ラジオ感覚で、ね、プラモデル作りながらとか、移動しながらとかね、皆さんの中、生活の中で、ながらで聞いてもらえれば嬉しいです。 えー、皆さんからもね、よかったらこれについて話してほしいとか、これどう思いますかなんていうね、トークテーマとか質問、えー、X の DM とか動画のコメント欄でお待ちしております。私のラジオナウローディングは毎週水曜22時から FM78.4MHz で放送中。直のホームページからネットにも来てるんで、ぜひ聞いてね。あと、メッセージも待ってます。さあ、今回は、 スーパーロボット対戦 OG シリーズで今後出てほしい機体ですね。はい。もうめちゃくちゃありますよ。<laughs> あれもこれもありますけども。えー、とりあえずまあ、今出ているのが、えー、サイバスター、アルトアイゼン、ゲッシュペンスト、えー、ヒケバイマーク2、ダイゼンガー、ヒケバイマーク3かな順番違うかもしれませんけども。はい。えー、で、えー、プレ版限定で、 QKY m a r と、アルトアイゼンナハット。あと、AM ガンナーか。ね。で、それ以外で、ええー、まあ、これは、スパロポオリジナルというよりかは、OG シリーズに出てきた機体でっていう感じなんでしょうかね。はい。で、それで、えー、出てほしい機体、ベスト5、考えてみました。はい。じゃあ、早速行きましょう。第5位、バイサーガです。はい。 いやマントをはためかせながらね、剣で戦う、その姿、めちゃくちゃかっこいい。えー、元モットーになったのが、スーパーロボット対戦64っていうゲームに出てきたバイローズっていう、まあ、この時も私ね、結構このバイローズ好きだったんですけれども、えーまあ、それがリメイクされて登場したのがバイサーガなんですけれども、どこかね、ちょっとこう、えー、闇を感じると言いますか。まあ、戦闘中の演出なんかでもですね、 ちょっとこう暗いダークな、まさにダークヒーローな演出がいっぱい差し込まれたりとかする。その雰囲気がですね、もう私の中の中二病心をすごいくすぐるような、えー、顔つきもちょっとね、いかつかったりとかですね。えー、なのに動きとかがとてもね、えー、美しくて、えー、すっごくかっこいいロボットなので、これ作ってみたいな、出てほしいなってね、思っております。さあ。 第5位がバイサーガでした。はい。で、第4位。第4位は、ガルムレイドです。はい。えー、まあ、さっきのね、バイサーガとで変わって、ガルムレイドは結構もうパッと見が、えー、とてもカラフルで、ね、スーパーヒーローロボットって感じなんですけれども、一見そんな雰囲気ながら、 えー、パイロットたちの、えー、ストーリーなんか結構シリアス路線だったりとか。で、えー、ガルムレイドのギミックなんかもね、結構その王道ヒーローとはちょっと違う感じが、すごいたまんないんですよね。えー、一番その特徴として私は感じているのが、額の、えー、バイザー的な走行がグイッとせり上がると、まあ、あのー、ガルムレイドってあの、二つのね、目の感じで、 光るセンサーがついてるんですけど、その上にさらにもう2個目がある。だから目が4つあるような異様の顔に変わるんですよ。ええー。なんかその、ちょっと人型を外した、なんかね、ちょっと悪魔的な、魔物的な感じに表現する感じとか、あと、お気に入りの武器で、ファングナックルっていう、肩に、なトラバサミ、なんかあの <laughs>、 で、獣を捕らえる罠とかである。ガッて噛みつく。ね、あの、金属製の、ああいうトラバサミみたいなパーツが拳にくっついて、それを、ロケットパンチの感じで発射するんですよ。まあ、いろんなロケットパンチ、そのアレンジされたね、ロケットパンチ的な、あの、武器攻撃っていうのはね、ありますけども、私はその中で一番えげつない <laughs>、 攻撃かなと思うんですけどそのファングナックルが命中すると、そのトラバサミが、その、何でしょう、インパクトした箇所にガブッと噛みつくんですよ。で、噛みついたところで、えー、その、左右互い違いのスラスターが一気に火を吹いて、えー噛み、噛みついたまんま、なんだろ、ワニが、 デスロールってありますよね。噛みついたまんまグリ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 ってこう、ねじりまくるっていう。ええー。むちゃくちゃえげつない攻撃。ええー。そのパッと見のね、すごいスーパーヒーローロボット的なカラフルな、ね。まあ、どことなくおもちゃ、おもちゃ的な感じもする、ね。その風貌からは、ちょっとね、かけ離れた雰囲気のえぐい攻撃とか、ちょっとこう、怖い変形をするっていうね。その辺が大好きで。 え、ガルムレイド出てほしいなぁなんて思ってます。そして、えー、第3位。第3位は、バルシオーネ。もしくはバルシオーネ R。はい。まあ、これまでね、えー、スパロボシリーズの、えー、OG シリーズの、ね、えー、機体はもうどれもみんなが大好きなものが出ていて、ね、えー、もうかなりの人気があると思うんですけど、ここらでちょっとね、 ビプラ好きの皆さんもこう巻き込んで、もう人盛り上がりね、増してほしいなと、いうのあって。えー、どうなんでしょうああいう戦闘する美少女的な感じのブックのロボ。まあ過去もっといろいろあったもしませんけれども、かなり歴史としては古い。 グーに入んのかな、えー、ガ,ガンスではないかもしれませんけどもね。えー、で、それでいて結構もう現代でも全然可愛いルックのね、えー、機体ですし、うん、まあ、サーティミーツシスターズとかね、ね、えー、ああいったもので可愛らしい美少女プラモをね、えー、バンダイスプリスさん出してますから、えー、その感じの技術とかね、えー、そういったノウハウも注ぎ込んでですね、バルシオを、ねえー、作ってみてほしいな。 なんて思います。さあ、えー、第3位がバル少年、ね。もしくはバ,シバル少年 R でしたけれども、えー、第2位、第2位は、眼鉄番長 G バンからです。はい。まあもうこれは何だろう。とにかくもう見た目が、えー、すごいハマってまして。<laughs> まあ、ポジションとしては、えー、コンパチブルカイザーっていう、まあ、ロボットの、まあ、お助けロボ的な感じっていうか、どっちかっていうと、扱いとしては、もう、マジンガーシリーズに出てくるボスボロットみたいなポジションではあるんですけど、全然、その OG シリーズで、えー、鍛えて、もう、第一線で私は大好きなんで、使ってるんですけれども、えーまあ、なんか、 鼻があって、口があってね、その人間的な表情をするロボの中では、かなり男前な、<laughs> ロボットかなと私は思ってたりとか、まあ、あと、よくありがちな雰囲気とは、あの、スーパーロボットのね、えー、よくある感じとはかなりかけ離れたシルエットをしてる。全体的に、あの、学ランを着てる感じ、ね、で、しかもその長蘭のね、えー、学ランを着てる感じで、あのー、 サイドスカートアーマーなんか結構でかかったりとか。竹、えーまあの長いアウター好きの私としてはですね、えー、こういうシルエットのロボとかすごい、えー、惹かれてしまうんですけれども。あと足なんかも、いわゆるロボットの足、えー、靴とかなんかスリッパーとかね、言われるような、ああいう感じではなくて下駄 <laughs> あの造形なんかもね、えー、立体物で見てみたいなーなんてね、思うんですよね。はい。なわけで第2位は G バンカランでした。 さあ、そして第1位なんですけれども、えー、実はもうこの第1位がもう何個もありまして、えー、下手したらこれで最初のベスト5埋まってましたけども、はい。ここはまあそれでは面白くないんで、っていうでまとめました。グルンガスト系です。<laughs> グルンガスト。まあ、個別に考えてね、ベスト5にするとね、えー、グルンガスト何式がとかね、グルンガスト。 なんとかがとかね、えー。そういうので埋まってしまいそうだったんで、もうグルンガストはもうグルンガスト系として1位にさせてもらって、その他もね、えー、ロボットの話もしましたけれども、まあ中でも一番ってなったらやっぱり、もう最初の無印グルンガストか、それの改造ね、グルンガスト界ですかね、えー。まあ0式も3式も2式もね、えー、いいんですけれども。<laughs> だって、ヒュッケバインがマーク2、マーク3と出てるのに、グルーンガストは出てない。っていうか、スーパー系って大前科しかないんで、うんちょっとこれで、こう、ね、メインどころのオリジナルスーパー系も出してほしいなと、はい、思って、ね、え、第一位はグルーンガストです。はい。<laughs> まあ、でも、出て くれるんじゃないかなとね、えー、信じて待っております。はい。まあ、どのね、期待も、まあ、一部無理そうなのもあるのかな <laughs> わかんないけど、まあ、優先順位的にね、バンカーなとかはね、えー、そんな前来ないかなっていう気もするんですけれども、<laughs> えー、まあ、えー、私のざっくりと、えー、ベスト5ね、紹介してきましたけれども、皆さん的にはね、えー、スパラ坊主シリーズね、お好きな方で、 この期待れてほしいな、なんてのはありますでしょうかもしよかったらコメント欄でね、発表していってください。ではでは今回はこの辺で、また会おうぜ動画を最後まで見ていただいてありがとうございます。よかったらチャンネル登録を、ポチっとよろしくお願いします。じゃ、また会おうぜ Ya ga sora